パイの中身で山崩しゲーム。パイの中身に当たったら負け。皮だけ食べる。皮だけ食べるっていう、より多く食べた方が勝ちです。全体で 63g のパイ。さあ先行は藤原。うわー、一個だ。どうですか？大丈夫です。大丈夫。 4g。 サクッと。いった。セーフ。あ、俺も4だ。あ、これ高校が後で言ったんじゃ三角形だからこれ。いきます。はい。お、危ない。大丈夫です。大丈夫。マイナス 5! なんと。大丈夫。おお、ほら。あ、4か。俺ここが意外に、ね、入ってないんじゃない。ちょっと見えてますね。2人でこう食べ残しを語り合うって。いった。痛い、危ない。セーフ、セーフ。いきます。もう林さん食べるとこないよ。あ、そっちは大丈夫。マイナス4、うん、ちょっともう見えてんじゃん。ここ大丈夫じゃないかな。あ、そこいった。ほら、意外にないよ。あ、意外に、うん、横からどんどん出てますね。4だ。4だ。これゲームと成立してないんじゃないですか。味したんじゃない。あ、あった。あ、大決壊、大決壊、大決壊。まさかの、まさかの味した。来ました。はい、ダメ。すごい、こんなにあったよ。将棋の感想戦みたいですね。ちょっと味の少ない回でした。